大学4年生の11月、A の就職がようやく決まった。本人は小さな会社だと言っていたが、内定をもらえたことに変わりはないし、晴れて仲間内全員の進路が決まったことで、1月にみんなで旅に行く運びとなった。旅の発案をしたのは A だった。レンタカーを借りて、東京から日本海側を北上し、青森を目指す計画だ。当時、運転免許を持っていた僕と C が交代で運転をする代わりに、A と B と D がレンタカー代とガソリン代を払うということで話が折り合った。僕を含めて5人の旅だった。僕たち5人は大学のサークルで知り合った仲だ。僕と C は同じ学部で同じゼミを専攻していたが、A と B と D は別の学部に通っていた。旅の2週間ほど前に奇妙な出来事があった。宿の手配や旅の詳細な計画が概ね完了した矢先だった。B と全く連絡が取れなくなってしまったのだ。電話をしても繋がらないし、家に行っても B は留守だった。B と仲が良かった別の友人にも連絡をしてみたが、B の所在はわからなかった。出発の5日前、最後の打ち合わせをするため集合した。依然として B とは連絡が取れないままだった。さらに A と D の様子もおかしかった。打ち合わせの結果、3日前になっても B と連絡が取れなかったら、旅を中止することに決まった。確かに個人的にも B がいなければ旅をする意味が半減してしまう気はしていたし、何よりも心配だったので、このまま B が来なければ中止、という意見に文句はなかった。しかし、A と D が異常なほどに旅は中止だ中止だと強く言っていたことが気がかりだった。帰り道、僕は仲間内でも特に仲が良い C と個別に話をした。無論 B のことと打ち合わせの時の A と D の挙動についてだ。僕も C も同じことを考えていた。B の身に何かあったのではないかということと、そのことに A と D が何か絡んでいるのではないかということだった。その日のうちに僕と C は B の家に行くことにした。相変わらず B は家にいないようだった。諦めずに隣の部屋の住人に聞いてみると、B のことは知らなかったが、大家さんの連絡先を教えてくれた。早速電話し、事情を話そうとしたが、大家さんからの一言に絶句した。B さんという方は知りませんが、この家に住んでいた人は、1ヶ月前に引っ越されましたよ。住んでいた人の名前も確認したが、B ではなかった。無論、A と D には、このことは話さなかった。出発の3日前が来た。結局、B とは連絡が取れなかったので、予約した宿にキャンセルの電話をした。3日前にキャンセルすること自体が申し訳ない気持ちだったので、少しでも早い方が良いのではと思い、朝一番で電話をしたのだ。すると、泊まるはずだった3つの宿は、すべてすでにキャンセルされていた。
詳しく話を聞くと、一週間前、B と名乗る男からキャンセルの電話が来た、とのことだった。僕は、そのキャンセルをした男は B じゃないと思った。直感だが、A か D のどちらかだ、そう思った。旅館の人には念のため、僕が今日電話をしたことは黙っていてほしいとお願いをしておいた。その後、すぐに C に連絡をして、急遽会うことにした。合流した途端、C は言った。このことは A と D には言わない方がいい。僕も同意見だった。キャンセルの電話をこちらですると、釜をかけてみよう。C はそう続けた。A に電話をして、3日前になったからキャンセルの電話を入れる旨を伝えると、案の定、キャンセルの電話は俺がする、と言ってきた。僕は冷静を装いながら、3件あるから分担しようという案を出したが、拒否をされた。この日のやりとりで、A と D が B の失踪に絡んでいることはほぼ間違いないと睨んだ。僕は A と D に状況を話して問いただそうと言ったが、C はもう少しだけ時間が欲しいと言った。どうやら個人的に A と D について調べるつもりらしい。僕はあまり気が乗らなかったが、B については本当に心配だったので、大学に訳を話して、B の実家の連絡先を聞くことにした。冬季休暇中の大学は人が少なく、窓口にも誰一人並んでいなかった。窓口の人に理由を話すと調べてくれたが、A も B も D も、僕が通う大学には在籍していなかった。B は偽名の可能性があったが、大家さんから聞いた名前でも在籍がなかった。もう三人の名前が本名なのかさえ信用できなかった。出発日だった日の前日、A から連絡が来た。B が戻ってきたと、言うのだ。その後、2週間ぶりに5人が揃った。最初は A の家でと言われたが、そこには行ってはいけない気がした。そのため、適当な理由をつけて、街中のファミレスで落ち合うことにした。ファミレスに現れた B は、B ではなかった。B に似ているわけでもなく、完全に別人だった。正直、僕は冷静を保ててはいなかっただろうし、鳥肌が引かなかった。見た目は普通の人間だが、その顔からはおぞましさを感じた。僕と C は、これは B じゃないと言い続けたが、A と D は B だという。その間、B と名乗る別人は、僕と C のことを交互に見続けた。聞いてもいないのに、失踪の経緯を説明し始め、B は今日まで泊まり込みでバイトをしていたという。そして、そのバイトは期間中に外部と連絡を取ってはいけない仕事だった、と話していた。事前によく説明を聞いていなかったため、そのまま連絡が取れなかったというのが言い分だった。さらに B は続けて言った。明日からの旅行は行ける？ B の顔がさらにおぞましく見えた。説明するように A が言った。実は、宿はキャンセルしなかったんだ。だから旅は決行できる。すでに
宿がキャンセルされていることを知っているということはバレていないようだった。あるいはバレていてもよかったのかもしれない。僕は混乱していた。3日前に旅は中止って決まっただろ。だから俺とこいつは別の予定を入れてしまったよ。Cが言った。散々引き止められ、断ることに時間を要した。その間、今すぐにでも逃げ出したかったが、大学はおろか、住所も知られているため、穏便に進める必要があった。Cのおかげで、僕も冷静さを取り戻し、なんとかその日は解散となった。解散となった後、僕と C は3人の後をつけた。すると3人は10分ほど歩いたところにある駐車場に入っていった。しばらく待つと A が運転をする車が駐車場から出てきた。A は免許も持っていたのだ。その後すぐに引っ越しをした。引っ越しをするまでの間も家には物を取りに行くための1回しか帰らなかった。引っ越しの日、久々に家に戻ると誰かが侵入した痕跡があった。卒業まではほとんど大学に行く必要がなかったため、C以外に会うことはなかった。A と B と D とは連絡も取ることなく春になった。以上が体験した話です。この話は1年前の出来事です。1年後にわざわざ書いたことには理由があります。この1年間も C とは定期的に連絡を取り、数回飲んだりしていました。その C から昨日連絡があり、夜に会ったのですが、その席で思いもよらない話が出てきました。C が先日ふと思って、大家さんから聞いた B が住んでいた家の名義の名前を検索したところ、その方は1年前に死亡していたそうです。その死亡していた人が僕たちの知っている B という人物である可能性は非常に高いと思います。あの B と名乗る別人の顔が浮かび、頭から離れません。